始まるよ始まるよ始まるよ。コンアロマ、桜のアロマです。自己紹介動画を見てくださった方はご存知かもしれないんだけど、私が大好きなゲームのアイデンティティ5、またの名を第五人格というゲームについてちょっとお話ししたいなと思います。アロ中しかり、みんなに知ってもらいたいという気持ちでその第五人格の配信も始めたんですけど、第五人格を知らなかったという方にも、私がプレイしている姿を見て楽しそうだったからダウンロードしてみたよとか、前にやっててやめたけど私がやるならまたやろうかなって言ってくださる方が結構いらっしゃって嬉しいなと思っています。本当にありがとう。ちなみに配信した時に、どのくらいやってるのっていう質問があって、正直ね、そんなに覚えてなくて、2年はやってると思うみたいな感じに答えたと思うんだけど、私あれから気になって調べてみました。第五人格のプロフィール一覧みたいな画面にね、荘園障害っていうところがあって、そこを見ると自分がいつからゲームをしているのかっていうのがわかるのね。だからね、そこを見てみました。そしたら、なんとね、2018年10月25日だった。まあ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 、それを聞いてもね、うんって思うかもしれないんだけど、私にとっては結構びっくりしたというか、はあ、そんなに経ってたんだみたいな衝撃を受けたんだよね。だってさ、2年どころじゃなかったんだよ。3年とは言わないけど、2年と8ヶ月は経ってるってことでしょ。すごくない？いや、なんでこんな風に思うかっていうとさ、私ってハマるとずっと同じことやったりとか、同じものを食べたりすることもあるんだけど、基本的にね、結構飽きっぽいところがあって、そんなに長くね、ゲームをやってることなかったんだよね。そう、だからそれを考えると、やっぱり第五人格っていうゲームがね、それだけ魅力的で面白いゲームなんだよっていうのをね、改めて感じました。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、私が第五人格を好きなんだよってことをまたさらに知ってもらえたところで、そろそろ最初のコーナーを始めたいと思います。桜の先生、褒めて。はい、こちらのコーナーは、誰にも褒めてもらえないけど頑張ったねって褒めてもらいたい、人に言うほどのことじゃないけど偉い、すごいって褒めてもらえたら嬉しい、そんなあなたの出来事を送ってください。私、桜のアロマが想像して最大限褒めさせていただきます。それでは、千葉県お住まいのラジオネームオールドスネークさんからいただきました。アロマちゃんとのツイッターのやりとりで、アロ中、過去決まる前の話ですが、応援してくださる方をお一人増やすことができました。これからも増やしていけるよう応援させていただきますね。ご意見ご感想では、楽しい企画はありがとうございます、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうこれは私が褒めないでどうするっていうお便りですね。しかもアロ中と決まる前ということは、初ライブ配信より前ということなんですよ。いやー、ありがたいね。もう初ライブ配信から2ヶ月過ぎてしまったよ。いやー、遅くなってごめんなさい。もうアロ中というファミリーが増えて本当に嬉しい。いや、でもさ、ツイッターのやり取りで応援してくださることを増やすのって難しくない？なんか、そうだな、
例えば私が応援してる方がいるとしてよ、おすすめしたいって思ってもできる友達がそもそも私は少ないのよね。うん。でツイッターもさ、正直その第五人格のグッズをね交換するためにやってただけだから、そもそも使い方に慣れてないの私。だからね、未だに何をつぶやいたらいいのかとかもねわからないんだけど、まあだからそんな私からしたら本当にすごすぎる、うん、なんだろうな。私がでもツイッターを始めた時に思ったのは、言葉の書き方とか使い方とかでその方の人間性を感じられるというか、うん、そういう風に思いました。なのでなんか絵文字とか顔文字ってあると思うんだけど、それだけでもやっぱり印象が違うなって感じたし、まあ何が言いたいかというとさ、きっとオールドスネークさんはね優しくて丁寧な方だなっていうことが言葉の書き方とか使い方で感じられるからこそ、私を応援してくださる方を増やすことができたんだろうなと思いました。本当に感謝感謝です。いやありがとうございます。そんな素敵な素敵なオールドスネークさんにこれからも応援していただけるように頑張りますので、よろしくお願いします。続きまして、大阪府お住まいのラジオネームつおさんからいただきました。ありがとうございます。いっぱい寝た。へえ、素晴らしいですね。大事なことですよ。大事。うん。たくさん寝られる時間があるのも良いことだと思うし、特にね、私は健康で一番大切なことが睡眠時間だと思っているので、もう寝すぎて頭痛いとかがなければね、全然いいと思います。でもいっぱいってどのくらい寝たんだろうね。私の場合は7、8時間は寝ないと体調が崩れるので、いっぱいって考えると10時間以上かな。ここはきっとね、人によって様々ですよね。ちなみに私は普段全然夢を見ないタイプなんですけど、二度寝や三度寝をすると稀に見ます。なんかそれこそ初夢ってあるじゃないですか。私どうしてもね、初夢が見たいって思う時期が小学校高学年くらいに突然来たの。で、なんかきっかけとかあったのかは覚えてないんだけど、私はその症状を突発性初夢見たい症候群って呼んでるんですけど、どうだろう、かかったことある方いるかな。まあその時にはもっと夢が見られなかったから、最終的に5度寝くらい、したら見られたっていう思い出なんですけど、どういう夢かは忘れました。はい。たださすがに寝すぎて頭が痛くなったからおすすめはしません。何の話だったっけ。そう、寝られて偉いっていう話ね。そう、だから寝るのにもね体力は使うし、私はねもう自分のこと猫か分かんないけど、まあ、猫はね寝ることが仕事だって言うし、もういっぱい寝られてね、つおさんは偉いね本当に。もうぜひね、これからも寝られるときはたくさん寝てほしい。うん、頑張った。はい、では続きまして、三重県お住まいのラジオネームデモハンさんからいただきました。コンアロマ、いつも楽しい配信をありがとうございます。日々の励みになっていてとても助かっています。さて、自分はコンビニのバイトをしているのですが、迷惑なお客さんに怒らずに頑張ってます。でも誰も褒めてくれないので、褒めてくださると嬉しいです。ご意見ご感想では、いつも楽しい配信ありがとう。数ある VTuber の中でアラマちゃんを見つけることができて嬉しく思います。温度差が激しく厳しいご時世ですが、
お体に気をつけて、猫ちゃんみたいに気ままにゴロゴロしながら活動に励んでください。微力ながら応援しています。こんわらまー、こちらこそ数ある VTuber の中で私を見つけてね、配信を見て応援してくれて本当にありがとう。いやー、雨がね多い時期は本当、私もね体調を少し崩してしまいましたが、たくさんねゴロゴロして寝たら治ったので、やっぱり睡眠は最高だなと思いました。さてさて、コンビニのバイトをしているんですね。私ね、実はコンビニのバイトができる方を本当に尊敬しています。理由はいろいろあるんですけど、まず大前提として、とても私にできるとは思えなかったからですね。コンビニってね、初めてのバイトっていうイメージが、まあ、勝手に私の中ではあるんだけど、とてつもなく覚えることとかやることが多いお仕事だと思うのね。やったことがない私が考えただけでもよ、レジや品出しでしょ、なんか商品名もある程度覚えないといけないものもあると思うし、揚げ物とかさ、おでんだってやるんだよ。あとトイレ清掃だってしなきゃいけないでしょ。もう何よりもさ、コンビニって時代の変化をとても受けるから、そう、それによって対応しなきゃいけないことも多いんだよね。それにプラスしていろんな人と関わるよね。もうちょっとの時間さ、例えばレジの対応だって人間性は出ると思うのよ。いい人もいるだろうけど、変な人だっているだろうしね。そんな人でもお客様として対応しないといけない。もうね、私はできるだけ人とは会いたくないっていう人間だし、もうそんないろんなことをね覚えられる自信がないっていうか、覚えられないと思うから、やっぱりとても私にはできると思えなかったし、本当に尊敬してる。デモハンさんがさ、コンビニでどれくらい働いてて、どういうさ迷惑なお客様がいたのかっていうのは、まあ、分からないけど、本当によく頑張ってるよ。もう誰も褒めてくれなくても間違いなく頑張ってる。理不尽なことだってあるだろうし、それによってさ、イライラしたりムカムカするのは当たり前だと思うよ。怒らないでさ、本当に偉いと思う。個人的にイライラしたりね、ムカムカした時におすすめしたいのは、頭の中でその人に向かってコップ一杯の水をかけることかな。ちょっとだけすっきりするよ。もし次なんかあったらぜひやってみてください。続きまして、ラスト東京にお住まいのラジオネームラストネリ梅さんからいただきました。ありがとうございます。最近片手で10階建てのビルを持ち上げられるようになりました。人間やればできる。もうすごすぎて言葉にならないですね。さすがに脳筋の私もそこまでの挑戦はできないんですけど、個人的に人間やればできるんだなーって思ったエピソードをねお話ししようと思います。私の家におじいちゃんおばあちゃんからもらったひな人形があったんですよ。で、普段は押し入れに置いていて、ひな祭りの時に出してもらってたと思うんだけど、小学校低学年くらいの頃にね、なんでかそのひな人形を出してもらいたかったんですよ。でもなんか出してもらえなくて、あ、もうこれ自分で出せばいいじゃんって思ったんだよね。この時からね脳筋だなって思うんだけど、でも言うてさ小学校低学年だから、前にもさ少し話したことあったかもしれないんだけど、私整列とかした時に
前から 1,2 番競っていたくらい身長が低かったし、そこまで力があるわけじゃなかったと思うんだよね。でもなんかね、もうどういう風にやったのかとかさ覚えてないんだけど、まあ、その押し入れの中からさ引きずったのかなんかよくわかんないけど、なんか自分一人でひな人形出したの。もうそれをね、母から驚かれたっていう記憶があります。だからきっと人間もね、どうしてもそれがやりたかったりやらなくちゃいけない時はやればできるんでしょうね。ちなみに、重いものを持ち上げるギネス世界記録を調べたところ、オーストリアのフランツ・ミュルナーさんという方が2015年7月に 601.70kg の木のバーベルを持ち上げて認定されているようです。 601.70kg、 もはやすごすぎて想像できないんですけど、ラストネリウメさんは10階建てのビルを持ち上げられるんですもんね。しかも片手で。10階建てのビルの重さはなんと6250トンらしいので、おめでとう、ギネス世界記録を狙えるよ。人間やればできる、素晴らしい言葉です。陰ながら応援しています。続きまして、パプアニューギニアお住まいのトキカレさん、トキカノさん、トキカナさん、からいただきました。時間の字にカナタ、彼とかのカナなんですけど、ごめんなさい、調べても分かりませんでした。ぜひですね、今後振り仮名とかつけていただけると嬉しいなって思います。ちなみにね、この時と彼とかの漢字をひっくり返すと、あの時と読むらしいです。また一つ賢くなりました、ありがとうございます。では改めましてお便りを読ませていただきます。頑張ってアルファベットすべて覚えました、高校生です。ご意見ご感想として、アンドレ教は不滅だ、いろいろとツッコミどころが多いんですけども、まあ、アンドレ教に関しては、私が初めてゲーム実況したバイオセブンでアンドレという方がね出てくるんですけど、そちらをぜひご覧ください。高校生というところをあえて付け足されているんですよね。そのことをね、探偵アロマさんが考えると、時かなさんでいくね、時かなさんの中では高校生なのにアルファベットしか覚えられないのはまずいよなって思っているのか、もしくは高校生だけどアルファベットすべて覚えられてすごいでしょということか、まあ二択ですよね。まあどちらにしても、日々過ごす中で毎日覚えられているということはとても素晴らしいことだと私は思うんですよ。ね、時計が読めたり、日本語が話せたり、書けたりすることだって当たり前のことのように見えて、当たり前のことではないと思うんですよ。なので、先ほどの二択どちらだとしても、アルファベットをすべて覚えられることは本当にすごいことです。もう真実はいつも一つ。それは素晴らしいこと。時かなさん偉い。よく頑張りました。誰が何と言おうと100点満点です。これからも頑張ってくださいね。応援しています。続きまして、アロマ風呂にお住まいのライアスさんからいただきました。すごいところに住んでますね。そしてちゃんと英語の読み方も書いてくれてありがとうございます。現在同時進行中でアロマちゃんのイラストと曲を作っています。どっちも上手じゃないですが、スマホのアプリを使って頑張ってます。モチベーションを上げるためにも褒めてほしいです。いやー、もうね、本当にすごいんだけどね。
それ完成しちゃったよね。うん、あのイラストはちょいちょいね描いてくれてるのを見させていただいてて、で曲もね聴かせていただきました。はい、スマホのアプリ使ってたんですね。わあ、とてもびっくり。特にライアスさんが描いてくれたイラストで印象的だったのは、全体的にねすごい優しげなんですけれども、特に瞳がほわって温かい感じが好きです。はい、曲はね可愛らしくてポップな感じでね、ところどころ始まるよとかコンアロマおつあろうって言ってる私の声が入ってて、ああ私のために作ってくれたんだなってとても嬉しかったです。本当に本当にありがとう。もうね、私を思って描いてくれたイラストとかね、曲を見たり聞いたりすると元気をもらえるし、私もねもっと頑張らないとなと思います。これからもね楽しみにしていますね。それでは次のコーナーに移らせていただきます。お願いアロマちゃん。はい、こちらのコーナーは私桜のアロマにしてほしいこと、例えば〇〇の声真似してほしい、もしもアロマちゃんが〇〇だったらどうする、このセリフを喋ってほしいなと、私にしてほしいことを送っていただき、そのお願いを最大限私桜のアロマが叶えさせていただきます。それでは兵庫県お住まいの桃助さんからいただきました。ありがとうございます。17歳の僕からかっこめっちゃイケボかカワボ聞きたいです。17歳、若いね。いや、めっちゃってハードル高くない？あと、その個人的にはね、イケボとかカワボは人によって好みが分かれると思うんだよね。そう、どのくらいの年齢のイケボなのかカワボなのか、とかもね全然違ってくるなって思います。ちなみにね、私はテンションが高めじゃないだけで声的に高音な方なので、あんまり低音が出なくて、イケボっていうねイケボはできないかもしれない。うん、けど最大限なのでね、一応どちらも挑戦させていただこうと思っています。まあでもそうですね、もしこういう感じのお便りをね今後送りたいと思っている方はぜひ参考にしてほしいんですけど、やってもらいたい年齢とかセリフ、あと性格とかね、詳しくね書いてくれると、そのねやってほしいキャラクターのイメージが私にも伝わりやすいかなって思います。例えばですね、アニメやゲームの〇〇さんみたいなイメージでとかでもいいですしね。はい、ではでは、イケボーかは分かりませんが最大限声を低くやってみます。ねえ、ほら、手つなぐでしょ、嫌なの？ダメだよ。はい、一応ね弟系イケボセリフみたいな感じでできそうかなっていうセリフを調べてみました。いつもよりはね声は低くしたつもりなんだけど、どうかな。はい、では次はカワボセリフやりますね。ほら、怖くないよ、こっちおいで、大丈夫大丈夫、私は敵じゃないよ、そーっとそーっと、ふわっ、あー逃げられちゃった。はい、猫様に迫って逃げられたという感じですね。まあカワボなのかは分かりませんけども、割と私が言いそうな方なセリフにしてみました。どうですかね、桃助さん、ご満足いただけたでしょうか。続きまして、似たようなお便りを5件ほどいただいたのでまとめて読ませていただきますが、5件ともですね、歌ってみてほしいというようなお願いでした。こちらはですね、以前桜のレディオでお話しした
視聴者参加型の配信をしてほしいとか、このゲームをしてほしいとかとね、同じくご意見として受け取らせていただきます。桜のレディオは眠る前に聞いたり、まあ、そこで寝落ちしてもらいたいと思ってねやっている動画なので、私がここで歌うのは違うかなと思いました。分かってもらえるととても嬉しいです。またそういったお願いに関しては今後もご意見として受け取らせていただきますが、桜のレディオのお便りではなくマシュマロとかで送ってもらえると助かります。よろしくお願いします。それではまず1件目から読ませていただきます。埼玉県お住まいのバルさんからいただきました。アラマちゃんって歌えるんですか？歌えるんなら歌ってほしいです。過去無理はしないでください。いつも応援してます。ご意見ご感想では、アラマちゃんの声が私の癒しなのでこれからも応援してますありがとうございます。うーがね、ちっちゃいうーがね、あの最後にあったんですよ、これからも癒せるように頑張ります。歌はね好きなんですけど、歌唱力があるわけではなくてですね、みんなの前で歌うのは結構勇気がいるなぁと思っています。かろうじて、本当にかろうじて音程が取れるかなくらいに思ってもらえると嬉しいですね。はい、続きまして2件目を読ませていただきます。愛知県お住まいの赤城 SSR さんからいただきました。アラマちゃんの好きな歌を歌ってほしい。かっこ恥ずかしい場合はサビだけでいいです。好きな歌はたくさんあるんですけど、最近特に聞いていてとても好きなのはオレンジスターさんが作詞作曲された回る空うさぎです。2016年にリリースされたらしいので5年前くらいになると思うんですけど、最近ね YouTube で私は知って、とても耳に残る素敵な曲だなぁと思いました。ボカロ曲なんですけどね、知らない方はぜひ聴いてみてください。はい、続きまして3件目を読ませていただきます。東京都お住まいの練り梅さんからいただきました。どちらのコーナーにも送ってくれてありがとう。グッバイ宣言を歌ってほしい。ご意見ご感想では待っとるで。グッバイ宣言はたくさん歌ってみたでもね YouTube で出されている方も多くいて、私もねもちろん聞いたことがあるんですけど、歌詞がね独特ですごい中毒性があるテンポだなと思いました。いつかね歌ってみた系もやってみたいと思ってるんですけど、まあ貴重なご意見として受け取りますね。はい、続きまして4件目を読ませていただきます。石川県お住まいのしぐしぐさんからいただきました。コンアロマ、いつも生放送見させてもらってます。しぐしぐというものです。早速ですがアロマさんにお願いというか質問があります。アロマさんの好きな歌は何ですか？またその歌を歌ってほしいです。ちなみに僕は夜遊びさんの怪物という曲が大好きです。アロマさんの歌聞いてみたいな。ご意見ご感想ではとってもいいと思います。これからもよろしくお願いします。コンアロマ、いつも見ていただきありがとう。夜遊びさんは私も好きでよく聞いているんだけど、怪物はその中でも特に強くなりたいっていうかっこよさがね現れているような気がして、私もとても好きです。 YOASOBI さんの曲はねどれも個性が強くて、もう表現力がねすごいなって思ってるんですけど、その中でも個人的にはハルジオンという曲が好きですね。まあ、いわゆる失恋ソングなんですけど、もう切ないけど明るめな曲調で、前に未来に進もうってそんな風に思える曲です。こちらも聞いたことがない方はぜひ聞いてみてください。続きまして5件目を読ませていただきます。埼玉県お住まいの猫まっしぐらさんからいただきました。ギラギラ歌ってほしいです。ありがとうございます。アドさんのギラギラですか
いやこちらもねもちろん聞いたことはあるんですけど、一言で言うと本当に本当に難しいという印象ですかね。まあそもそもアドさんのどの曲も非常に難しいと思ってるんですけど、もうねそれこそすっごく歌唱力と表現力がねある人じゃないと歌えないなと思ってますね。特にギラギラはなんか世界観に飲み込まれるような素晴らしい曲なので、ダークな感じが好きな方は特にね好きなんじゃないのかなと思いますね。こちらも貴重なご意見として受け取らせていただきます。はい、歌ってほしいというお便りは以上となります。なかなかね今すぐには歌えないんですけれども、必ず歌ってみたゲームやりますのでね、もうねほんと気長にお待ちいただけると、はい、大変助かります。はい、続きまして千葉県お住まいのオールドスネークさんからいただきました。どちらのコーナーにもお便りをいただきましてありがとうございます。私は平日昼間が勤めの会社員ですが、アラマちゃんの大まかな活動予定、何曜日をお休み、何曜日の何時頃が配信や動画投稿予定などを紹介いただけると助かります。今のスケジュール、動画投稿がお昼、夜に配信が非常に応援しやすい時間帯なので、変更になると難しくて余計なお世話のお願いですが、ご検討いただけると幸いです。大変お待たせいたしました。本当にありがたいことにもう毎日配信に来ていただいてるので、もはやね把握していただいてるとは思うんですけど、一応ねお答えします。今のところ毎日だいたい夜の8時半からライブ配信をやることが多いです。週によってはですね2回配信を行う時もあるんですけど、だいたいお昼の1時か2時頃からと夜の8時もしくは8時半からやっていることが多いです。最近はですね特に土日に2回配信を行うことが多いです。動画に関しては本当に不定期なので、月にね 1,2 回くらいに思っていただければいいかなと思います。ちなみに週間スケジュールを上げさせていただいておりますが、もう毎週ギリギリでね、そちらに関しましても謝罪させていただきます。申し訳ありません。最近は毎週日曜日の深夜に上げることが多いですね。そうですね、皆様は月曜日にご確認いただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。オールドスネークさん、いつも帰宅途中やお休みの日などねもう毎日来てくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。続きまして、長野県お住まいのコクのうまみさんからいただきました。ありがとうございます。ミッキーの声真似してほしいです。ほほ、はい、これが全力です。夢の国が大好きだからやめてください。ものすごい力を持っております。私が消されちゃうかもしれないでしょね。おしまい。さっきのをねぜひ繰り返し聞いていただいて、満足していただけたら幸いです。はい、続きまして千葉県お住まいのファサさんからいただきました。自分たちリスナーはアロマちゃんをずっと推していくので、これからも頑張ってほしいです。頑張って活動してほしいというのが自分のお便りです。わー、素敵なお便りありがとうございます。もう VTuber としてデビューさせていただいてから2ヶ月が経ちましたね。もう最初からね応援してくれている方もいるだろうし、最近知って応援してくれているという方もいると思います。もうそんなね応援してくれているみんながいるからこそ、私も毎日頑張らないとなって日々思っています。
もしね、私を応援したい気持ちはあるんだけど、なかなかね、日常生活が忙しくて生配信に来られないっていう方が今このラジオね聞いていたら、これを聞いて少しでも癒しになれていたらとても嬉しいなって思います。ずっと押していくって言ってくれて本当にありがとう。もうずっと押してもらえるように、まだまだ成長できるようにこれからも頑張ります。続きまして、バーチャルにお住まいの天涯孤独のアロマさんからいただきました。誰？私を天涯孤独にしたの、やめて、かわいそうでしょ、泣いちゃうよ私。うん、ペコラ先輩の真似します。アロマ台本、コンペココンペココンペコ、ホロライブ3期生の宇佐田ペコラペコ。私声真似が得意なわけではないんですよ。しのぶさんとかの声真似出させていただいてると思うんですけど、あれは結構声質が似てる方なんですよ。早見沙織さんっていう声優さんなんですけど、わりかし声質が似てるからまだあそこまでくらいのクオリティは出せてるんですけど、ごめん、さすがにねペコラ先輩はね似せられないと思うんだ。声質が全然違う方だと思うんだよね。一応全力でやるけど、雰囲気とイントネーションだけ真似させていただきます。なので声は桜のアロマ、行ってみよう。コンペココンペココンペコ、ホロライブ3期生の宇佐田ペコラペコ。終わり。続きまして、石川県お住まいのソウキそばさんからいただきました。ありがとうございます。全世界のアロチューに向けて、いつも来てくれてありがとう、かっこ彼女風をお願いします。これはですね、全世界というところが非常に難しいお願いをされたなと思います。だってさ、日本語通じない方だってたくさんいるもん。桜のアロマが全力でお願いを叶えるコーナーですからね。もう生半可なことはできないわけですよ。ごめんなさい、日本以外20カ国語のありがとうで許してください。はい、いつも来てくれてありがとう。 Thank you、 Thank you、 Grazie、 Gracias、 Merci、 Dreamacasi、 Spasiba、 Kamsahamnida、 Xie xie ni、 Ugao ni、 Kopkun ka、 Dankie、 Obrigada、 Taki、カムーン、クッソノン、アサンテ、シュクリア、ショクラン、ギーケ。はい、英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、ロシア語、韓国語、中国語、広東語、タイ語、オランダ語、ポルトガル語、スウェーデン語、ベトナム語、ハンガリー語、スワヒリ語、ヒンディー語、アラビア語、チェコ語でした。多少のイントネーションの違いはお許しください。全世界のアロチューに向けてありがとう。まだそんな世界中にはいないと思うんですけど、これからもっと関われたら嬉しいなって思います。彼女風だったかはわからないけど、ソーキそばさん満足していただけたでしょうか。続きまして、広島県お住まいのブラックキャットフォグさんからいただきました。ありがとうございます。 YouTuber なんですけど、どうやったら親しい感じのキャラを作れるんですかね。ご意見ご感想では、回答してくれたのならありがとうすごい、ありがとうが早い、用意周到ですね。だいぶ遅れての回答になってごめんなさい。 YouTuber さんなんですね。どうやったら親しい感じのキャラを作れるかですか。私できてますか。送り先とか間違ってないです。大丈夫
かな。もし私が親しい感じを出せているとしたらね、いるとしたら、私がよくポンコツなことをやらかすからじゃないですかね。やらかすことが普通のことすぎて、もうポンアロっていう言葉が生まれたじゃん、ただそれをさ好まない方だってもちろんいると思うし、難しいよね。まあでもそうだな、私は特にねキャラを作っているっていうわけではないので参考になるかわからないんですけど、人間失敗はするものだし、ありのままの自分で楽しくやっていれば、まあどこかにね好きになってくれる人はいるんじゃないかなって思ってます。でね、現にそんなポンワロはね癒しだよとかね言ってくださるアロチューという方々がいらっしゃいますし、あとはほら私は VTuber なのでね、外見可愛く作ってもらったからもう可愛いとか美人って言われたら、あそうでしょ、そうだよねって思うし、そう声もね褒められることは多いんだけど、まあそこは最近天狗にならないように気をつけていますけども、まあそういう自信があることも大事なのではないかなと思います。なんか普通のことしか言えてないかもだけど、はい、私の回答は以上になります。ブラックキャットフォグさん、お互い頑張っていきましょう。続きまして、日本にお住まいのユアさんからいただきました。ありがとうございます。アラマさんがこれまで体験した怖い話や不思議な話があるなら聞いてみたいので、よろしければお願いいたします。怖い話や不思議な話、難しいね。でも本当にわけわからなくて怖い話ありました。学生の時に A 君っていう子がいたんだけど、その子はね一回しか同じクラスになったことがないし、話したことも 1,2 回あったかなっていう感じだったので、今よりね私ももっともっと純粋で恋愛とか一切興味がなかったし、もうねすっごい友達に大事に大事に守られているような子だったのよ。だからそう、誰かが例えば私のこと好きらしいよっていう情報が入ったもんならね、もうすぐにこの人に注意してみたいな感じに言われてて、まあでもそんな話したことなかったからさ、いやー気のせいじゃないって言ってたのよ。それでまあその後すぐ何かがあったわけでもないんだけど、ある日まだね普通に話すクラスメイトの男の子に A 君と付き合ってるのって聞かれたの。私ね本当にびっくりして、付き合ってないし、なんならそんなに話したことないよって言ったら、 A が桜乃ちゃんと相合傘したとか、なんかこういう LINE のやり取りしたとか言ってたって言われたの。怖くない？信じるか信じないかはあなた次第です。はい、続きまして兵庫県お住まいのそうめんさんからいただきました。高校2年生になって付き合ってる友達から彼女作らないのと聞かれ、彼女いない友達からは作る気ないそうめんに彼女できたら自殺するかもと言われているのですが、アロマロならどうしますか？ご意見ご感想では、これからも配信頑張ってください。ありがとうございます。これからも配信頑張ります。付き合ってる友達から彼女作らないのって言われて、彼女いない友達からは作る気ないそうめんに彼女できたら自殺するかもと言われている。
そうめいさん絶対友達多いでしょ。ああ羨ましいというね感情は置いておいてですよ、うん、別にさ、そうめいさんが作る気ないんだったら作らなければいいんじゃないって思います。うん、だって付き合ってる友達はそのお付き合いしている人が好きだから付き合ってるんだって思うし、まあそれがね幸せだからそうめいさんにも言ってくるのかもしれないんだけど、別にねそうめいさんに好きな人がいないんだったら無理に付き合っても幸せじゃないでしょ。で彼女いない友達はそうめいさんは作る気がないからそう言っているわけでしょ。じゃあ例えば今後よ、そうめいさんに好きな人ができた時にその彼女いない友達にこの人のことが好きなんだよねって言ったら多分全然違う風に言われると思うよ。だからもし付き合ってる友達に彼氏作らないのって私が言われたら、うん、まだ好きな人がいないから作らないって言うし、彼女いない友達にはそもそもそんな簡単に自殺っていう言葉を使わないでいてほしいし、作る気がないんじゃなくて付き合いたいって思う人が今いないだけなんだよって、だからもしそういう人ができたらあなたにも応援してほしいし、あなたにもそんな人ができたんだったら応援したいって伝える。まあ、友達がねたくさんいるっていうことは良いことだとは思うんだけど、やっぱりその分ねいろんなね、まあその分ねいろんな人がいてね、いろんなことを考える人がいると思うのよ。だからまあその分ね大変だと思うんだけど、頑張れそうめいさん、うん、応援してる。はい、というわけでここまで聞いていただきありがとうございました。2回目の桜のレディオいかがだったでしょうか。もっとね早く出したかったんですけど、なかなか時間がねかかってしまってごめんなさい。ちょいちょいね配信でもラジオって次いつあげるのみたいに聞いてくれる方もいて、あー楽しみにしてくれてるんだなーっていう嬉しさもありました。あげる頻度が少ない代わりに1回目よりも多くのお便りを読ませていただきました。長さもね1回目よりはだいぶ長めになったのではないかなと思います。ぜひ休憩のお供や眠る前に聞いてもらえたら嬉しいです。最後に桜のレディオにお便りを送ってくださる方に私からのお願いです。文章が短すぎると私桜のアロマがあんまり想像できないので、性別、年齢、ラジオで取り上げてほしい出来事、みんなの状況などできるだけ具体的に書いてくれると本当に本当に助かります。また先日全く同じ内容のお便りを10件以上送られた方がいました。桜のレディオの概要欄にも記載している通り、同じお便りはできるだけ1回の送信でお願いします。それではそろそろ私も寝ようかな。今日は長かったからもうみんな寝てるかな。寝ている方はおやすみなさい。寝ていない方はこの後私がおつあろって言った後にヒーリングミュージックを流すので、それを聞きながらゆっくり寝てくださいね。それでは次の桜のレディオでまたお会いしましょう。みんなが良い夢を見られますように。おつあろー。